これ書く？もう書くか。書くか。書いてなかったけど。書いてなかった。別にいいけど。ゴリゴリあるの？ゴリゴリある。ゴリゴリ借りるね。いや、ゴリゴリっていう機械じゃないぞ。なんだっけ、鉛筆削りだよ。そうだね。漫画みたいな。なんかこう、なんか鶴瓶っぽい日常的だけど、業界がみたいな。なんだか忘れちゃった。ここどうしよう。想像で書くしかない、ここ。そこはトワコのフリースタイルじゃん。フリースタイル、うん、トワソ君、プロトタイプ。そうです。中の犬、中の犬などいない。中の犬などいない。絶対いるよね、中の犬などいない。ずっと言うよね、それ。それしか言わない。よし、たまにね、塗り忘れて失敗したりする。わかる。あーってな、ここの線白紙じゃんみたいな。後でね、判明するやつでしょ。うん、外したところで判明するやつ、うん、下の線が濃すぎて書いたように見えてた、うん、あるあるだよね。うん、桜も久しぶりだね。ちょっと来る、うん、お母さん。え、どこ、どうなってんのって言われても説明できない。犬が中にいるんだから。犬に乗っかってる。そうそうそう、カワソ君が犬に乗っかったのかと。でもそれは秘密なの。うん、中の犬などいない。こうすれば、そうしなくても映れてたな。あ、本当だ、ね、普通に映ったじゃん。普通に映ったね。あ、やばい、いらないとこも書いちゃった。できました。できた。まだ遠いの。早いな、できんの。色塗ってないしな。うん、かわいいでしょ。はい、なってる。6分の1ぐらいなってる。5分の1じゃないよね、5分の2だよね。5分の2、5分の2って分かりにくいよね。分かりにくいの。ここは何色だっけ。何色だろう、これ。ポストカードでした。うん、あったあった、よかった。あれ、ないじゃん。ここは紺色でした。紺じゃないんだろ、黒。この服の中の線どうしようか。うん、お母さんも今それでね。ここの服は報酬だからいいじゃん。どうしてんの。間開けた。開けた。なるほど、間を開けるか。とあちゃんもどのくらい開けた方がいい。でもね、縮むからね、結果見えなくなるっていう可能性もある。なるほど。できた。お母さんもできた。見て、お父さん。おー、上手。そうそう、うまい。よいしょと。でもなんか違う、顎がさ、ブレてて、ちょっとなんかうるさい。広い、顎が。ピロビットだ。ここの袖のとこ、空想で描くの忘れた。ここから見ると面白くない。うん、面白いよね。結構うまくできた。うん、白いのってやっぱなんかちょっと漫画から抜き出たみたいで、ほんと好き。うん、完成。はい、次は何やんだ。切っ
て縮めてから色を塗ります。ギリギリで切っちゃっていいかな。ギリギリで切っちゃった方がいいんじゃないむしろそうだ、四角に切る。うん、この方が円取っちゃう。はい、じゃあできた。パチン。どの方がいい？見えるこれで。うん、じゃあ行きましょうか。失敗したらごめんね。穴、穴。隣の人って誰よ。どうなってる。刀ふにゃふにゃなの。ここにほら、うん、どうなってんのその刀。ついちゃんの刀ムチみたいなんだよ。ハイチュウができてる。やる自信がない。何回失敗したことか。あ、ちょっとギリギリすぎない。もう来るな。もう来るな。行ってきます。なんでやらなきゃいけないんだよ。あ、指入っちゃったよ。指入ってきて。そんなダサいの。お母さんこれゴロやつじゃん。指入ってるわ。失敗したの本当ごめんね。え、一時間かかったの。それは無理。ちょっと解釈起こすよ。やだ、家も盗撮中全部見るまで待ってるから。だってマジでどうなるか分かんないだもん。プラバンって焼きがさ、しかもこんなでかいと失敗する確率も結構でかくて。うん、でもでかくていいんじゃないって言ったのはお母さんだけ。はい。そうですけど、いきます。見え、見え、だから見えやしない。見えやしない。あー縮んでる縮んでる。あー縮んでる縮んでる、うん、大丈夫かな。分かんないな。縮み止まったかな。止まった気がする。さっきよりは。うわちょっと、五郎かな。大五郎じゃない。何に大五郎って。焼酎の。あ、これ、うん、大五郎じゃない、うん、何これ知らん。え、え、ママどけていいの。 あれと違う。お、お、ちょっと大丈夫じゃない。おいけてますね。あ、ちょっと歪んでる。あっつ、あー歪んでんな。かなり歪んでるねこれ。こっちで見て歪んでるっつって。じゃほら歪んでる。盛り上がった。うん、歪んじゃった。やっぱかガラスがないと厳しいね。はい、できた。やっぱ平らじゃないあれ。完璧にはこうすぐにこう平らと平らのものでピタッてやりたいんだよね。うん、いつも言ってる気がする。ガラス抜いたってどこ言ってんだろうって。3年ぐらい聞いてた気がする。違う、もっと言ってるよ。物心ついた頃から言ってる気がする。そうだよね。